はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまではさとみんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお話ししてもらったんですけど、ちょっとこれからは大学卒業してから新卒で何をされてたのかってところと、そこから JICA 海外協力隊に参加していくまでっていうところも含めてお話ししてもらおうかなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、いろいろ海外大学で行ってボランティアもしたし、いろんな世界見てきたと思うんだけど、その後新卒で入ったところって具体的にどこに？新卒では貿易関係をしている国家公務員に就職をした。それはじゃあ民間企業とか国際協力に関係するような団体とか、うん、そういったところはあんまり視野には入れてなかった感じですか？最初はもちろん大学で自分の中で強烈な経験をしたので、国際協力に関係があるところとか、海外と接点がある海外営業とかに興味があって、民間企業いろいろと受けてるんだけど、全部全滅した全滅しちゃいまして、全滅した後に国家公務員も受けて無事に採用していただいたので、でそこでは貿易に関してのお仕事をされてた感じなんですね。なるほど。でもそこは結論から言うと、海外にはちょっと親和性はあるけど、国際協力には直接には関係ない、全然関係なかったというところにいたっていうことですね。ちなみにそこにはどれぐらいの期間勤められてたんですか？それぐらいにはトータルで9年だけど、協力隊に行くまでは7年間。あ、そっか。ちょっとここから JICA 海外協力隊に入っていくまでの話をしてもらおうかなと思ってるんですけど、今のお話から言うと、国家公務員を辞めたわけではなくて、JICA 海外協力隊に参加したってことですか？あ、そうそう。自己啓発企業制度っていうのが国家公務員あるんだけど、それを使って2年間休職させてもらって行かせてもらったって形になる。そういう制度がある？そういう制度が。それは何年も取っていい？確か2年間。あ、それは JICA 海外協力隊に受けるため、もしくは他にもできる感じなんですか？あ、それは自己啓発だから、よくあるのは休職をして海外の大学に行かれるっていう、なるほど、そういう使い方は結構。そうか、だから2年とかそういった感じなんですね。そうそうそう。じゃあそれでもともと JICA 海外協力隊っていうのは大学生の時からはもう知ってた？あ、もう大学の時から新卒で行きたいなって思ってたけど、新卒ではちょっとって思って諦めた、あ、そうなんだ。一回社会に出て日本社会ってもどんなものか、で自分はどんな風に振る舞えるのか、それを全部把握した上で、じゃあ海外に行きましょうっていう、自分何も持ってない状態で行っても特に何もできないんじゃないのっていう考えがあったんですよね。そういう考え方もあったね。なるほどね。じゃあそこの休業制度を使って2年間 JICA 海外協力隊に行くわけですよね。ちなみに応募するときは JICA 海外協力隊で何をしよう、どこの国にしようっていうのはもう決めてたんですか？あ、そうだね、もう決めてた。ちなみにどこを受けようとしてたの？私は西アフリカにちょっと行ってみたいなと思って。あ、そうなんだ。まあでもあとウガンダも第3希望ぐらいに書いて。いや、そうなんだ。じゃあ第1第2は西アフリカだったってこと？西アフリカの方。あ、そうなんだ。ちなみにどこの国だったとか覚えてます？ブルキナファソに。なんで行きたいと思ったんですか？国際協力したいと思ったら、やっぱり今後アフリカでしょって思ったらまず始め、はいはいはい、じゃあなぜ東の国西かっていうと、フランス語圏っていうところで、英語は自力で勉強で頑張りそうだけど、フランス語ってできない、なかなか難しいし、でも国際協力今後したいんだったらフランス語って必要だなって思ったから、西アフリカがいいなって思ったのと、やっぱり養成内容とかを見て、そっちの方が興味あった。へえ。で結局西アフリカを第1第2で選んで、第3をウガンダで選んで、職種はコミュニティ開発にして応募したってことですよね。でそれで実際行った国はウガンダ。ウガンダね。ウガンダ。ブルキナファソはもう閉じちゃったから、うん、閉じちゃったんだ。面接の時にもうブルキナファソないですって言われたんだよ。もう夢途絶えちゃったじゃん。もうね、治安が悪く閉じちゃったらもう仕方ないから、はいはい、そっか。でそれでウガンダになったっていうところで、じゃあ自分が要請してた内容にウガンダには行けた感じですか？行けた。なるほど。で実際ウガンダでは何されてたんですか？ウガンダでは私水の護衛隊っていうので行って、いろんなドナーがポンプ式の井戸をいっぱい村とかに作るんだけど、村人が管理しきれなくなってしまって壊れてしまって、その壊れてしまった井戸を村人みんなでどういう風に維持管理していこうかっていう、そういう枠組みを作りましょうっていう要請内容で。なるほどね。だから井戸はいろんなドナーとか NGO とかが作ってくれるんだけど、それをうまく管理したりだとか運用できるって環境がそもそも整ってなかったと。そう。だからそれを整えに行くっていうので、水の防衛隊っていうのがあるわけね。具体的にどんなことしたんですか？具体的に前提としてもちろん井戸があると思うじゃないですか、うんうん、で壊れていると思うじゃないですか、うん、もちろん井戸もあったし壊れていた、うん、でも壊れている井戸でも問題があって、うん、まあ、井戸って地下水の水を汲み上げて、うんうんうん、でそれをポンプで汲み上げて水を得るんだけど、うんうん、その地下水そのものに鉄分がめちゃくちゃ含まれていて、例えば水を煮沸すると水が茶色になっちゃう、うん、やばし、洗濯をしても石鹸が泡立たない、鉄分が多すぎて。そうなんだ。だから料理に一切使えない、飲めない。いや、そう、私も煮沸して飲んでみた、でももう飲めたもんじゃない。え、それはすごい鉄の味するってこと？鉄棒をこう舐めてる。舐めたことないけど、鉄棒をこうずっと舐めてる感じの。それはそもそもそこの地形的な問題、それとも井戸を
建てるところがダメだったってこと？いやもう地形的な問題で、前のね NGO とかが作った報告書を読むと、ラカイっていう地域は地下水に鉄分含まれている全体的に、だから井戸は掘っちゃダメだと、基本的には。まあ浅井戸って十何メートルぐらいの地下水を汲み上げるんだけど、あんまり衛生的には良くないと言われていて、っていうのは地表に近いからウイルスとかがあるから良くないんだけど、浅井戸だったらなんとかちょっとの鉄分含有でいける、うん、ただ深井戸っていうのは鉄分含有が多すぎて使い物にならないと思うから、はいはい、なので報告書によると雨水タンクを作るべきだっていうふうに書いてある。なるほど、だから井戸から水を吸い上げるんじゃなくて、うん、天水から水を取得しろと、まあ、そういう、でもそういう報告がもう出されてるんですね。出されてるんだけどそれまで共有されないから、はい、井戸が立っちゃってるっていう。なるほど、まあ、確かにこれ難しいところで、ね、学校とかでもそうだけど作ればいいっていうものだけじゃなくって、 そこの地形に合ったものを提供しないといけないってところで、でもその報告書はあるから読めって話ですよね。そうなんだけど県庁側もいろいろと分かっていても、お金をもらって、うん、今ここにこの井戸を作ってくれるんだって思っちゃったら OK しちゃうんね。いやまあそうだよね、これちょっと矛盾だね。すごい闇ですね。なるほど、うん、じゃあもうラカイっていうところは井戸を作ることは推奨されてないっていうところで、さとみんはじゃあ何やってたの？いやそれであれ、うん、と思って困って。そうだよ、ね、結局料理にも使えない、飲めない、うん、私って衛生状態を上げて健康的な生活を送る皆さんがっていう目的で行ったのに、うん、井戸を直したところで結局出てくるのは鉄の水だからみんな使わなくて、はい、結局その辺の本当本当に汚い泥水の池に行っちゃって、それを汲んでるっていうのが現状だったから、すごい悩んで、もうとにかく悩んじゃったから、うん、悩む時間なんてもったいないじゃん。だからとりあえず農業しようと思って。あ、なるほど確かにコミュニティ開発だから正直何やってもいいっていうところが前提だよね。そう、なんで農業しようかと思ったかっていうと、問題は分かったと。でも彼らって何が課題だというふうに思っていて、どういう生活してるのかっていうのをまず知らないと活動を発展させていけないんじゃないかなと思って、はいはいはい、じゃあ彼らって一日の大変を何して過ごしているか、何で生計立てているかっていう農業だから、とりあえず農業やってみようと。なるほど、アフリカで2年間いるって壁だらけなんで、自分がそれでもう難しいなと思った時にどれぐらい切り替えてアクションできるかってことです ね、ちなみに農業は何されてたんですか？農業はバナナ、彼らはバナナが主食なので。美味しいバナナ、バナナって言っても甘くないバナナ、あ、はいはいはい、あの日本で一般的に売られているスイートなバナナじゃなくて、うんうん、食用バナナといって、はいはいはい、ちょっとジャガイモみたいなのバナナを育ててるんだけど、それとか、うん、ジャガイモを耕したりとか、うん、トウモロコシを耕したりとか、まあ、まだ耕してるね、はい、メキシコの再来ですねあ、じゃあ農業をやり始めたってことですね。でも2年間の中でバナナとかって結構時間かかるんじゃないですか？でもバナナは本当にタケノコみたいに生えてきて、タケノコみたいな感じだから雨が降ったら収穫できる感じなんだよね、うん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 、だからバナナは基本的に1年中取れる。あ、そうなんだ。ちなみにだけど、うん、農業の経験があったわけじゃないよね。それが結構ポイントで、農業経験ないしバナナとかも分かんないから教えてもらったんだよね、はいはい、それが結構コミュニケーションになって、うん、それがきっかけで結構仲良くなったし。なるほど、教えてもらったのは現地の人、現地の人にお手伝いして教えてもらって、その後もお昼ご飯いただいたりとかして、うん、でその後まあ午後にちょっといろんな話とかをして、でそれが後々に役立ったかなという、うん、なるほど。結果的に2年間さとみんがウガンダ行かれてたじゃないですか、良、うん、かったですか？すごい良かった、本当にいい経験させてもらったなと思って。一番自分が学んだことって何かあります、うん、やっぱりすごく自分の中でちょっと変わったかなと思うことって、それまでって日本社会に行って公務員でやっていて、うんうん、与えられたある仕事をやるだけだったけど、ウガンダではあのゼロから自分で課題見つけて仕事を作ってそれを組み立てていくっていう、なんかその経験できたっていうのがすごく大きかったかな。本当にアフリカでゼロイチをやるってすごい大変ですよ ね。しかもどういう状況かも分かんないし、うん、そうそうそう、言語もそんな分かんないしみたいな、 そんな感じなんですね。ちなみに自分の中での価値観の変化もありますか？すごくあったね。これまでって公務員だったっていうのもあって、失敗したらどうしようとか、うん、うまくいくか分からないからどうしようとか、どうなっちゃうんだこの先とかっていうのあって、なかなかはみ出すってことも難しかったけど、うんうん、ウガンダの人たち、他のいろんな協力者の仲間で、うんうんうん、ウガンダで仕事されてらっしゃる方々といろんなお話をできることで、なんかこうやっちゃえばなんとかなるのかなってなるほどね、まあ、一回まずもう飛び込んでみて、飛び込んでみてそこでもうやれってことだから、そうやその悩んでるのってもったいなかったんだなって思った、うん、こうやってね、うん、ナオみたいに新卒で飛び込んでいって活躍してる人もいるのを見て、私も行けばよかったなって思った。いやそんなことないですよでもジャイカ海外協力隊の良さは、新卒であっても経験された方であっても同期っていう扱いになるから、うんねうん、すごく世代を超えて仲良くなれるっていうのすごくいいですよね、うんうん、それは本当にね価値観の変化にも役に立った、うん、お世話になりました。いやこちらもお世話になりました
え、ちなみにウガンダにいて怖かったこととか事件とかなかったですか？まあ、私が一番ちょっとやっちゃったっていうか落ち込んだっていうことは、帰国間際で、まあ、私もウガンダに慣れている人、油断していた時にいろんな会食があった時に、うんうん、車で連れて行っていただいたんだけど、うん、レストランの様子見に行ってから車に戻る時があって、うんうん、私が左側通行してて、こっちが車とかバイクが走っているというところで、うんうん、でも私本当にいけないのがリュックじゃなくて、うんうん、トートバッグ持っていて、そうしたら後ろから来たバイクにひったくられて、すごいよね。そう、転倒して怪我はなかったのかって怒れるんだけど、うん、受け身をうまく取って何も見傷あ、そうなんだ。実はその時なおから借りていたラップトップが入っていまして、ね、僕の PC をね、ほんとたまたま借りてたんだよね。そう、たまたまね、貸してもらってて、まあ私の PC の調子が悪くて、うん、でパソコン使うからって言ってなおのね、マイクロソフトのいいパソコン借りていて、いや全然いいパソコンじゃないけどね。ね、それをめっちゃ面白かった。いや本当ね、まさかね、帰国間際にね、ちゃんと帰国してからレシートをもらって、そのレシート通りの額をなおの口座に振り込みました。ありがとうございました、本当その説は。いや本当に本当でも受け身取れたの最高っすね。ね、無傷ってやばいよ、ね、無傷、尻傷もないやっぱりちょっと油断するとありますよね、うん、そうだね、うん、だからアフリカに行って2年間っていうところだと慣れっていうのが生じちゃうんだけど、うんうん、そういったところも犯罪には気をつけてくださいって感じですよ ね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこれまでは新卒でどこで働かれてたっていうところと、そこからジャイカ海外協力隊の経験っていうところをお話しいただいたんですけど、ちょっと次の動画では今何をしてるのかっていうところと、ジャイカ海外協力隊を終えた時にどういうキャリアチェンジをしようかなっていうふうに考えたのか、うん、みたいなところをちょっとお話しいただこうかなと思ってます。はい、はい、この動画を見ていただいた時にいいなと思った人たちはグッドボタンを押していただいて、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。